どうも。ここがどこかわかりますか？この石像でわかりますよね。イースター島です。さて今回は、古代文字のお話です。どうぞ。イースター島。現地名はラパヌイ。そこはモアイ像と独自の文字体系を持ったロンゴロンゴ文字で知られている。19世紀末以来、多くの研究者がこの文字の解読に努めたが、現在に至るまで解読に成功していない。それらは、宇宙からの訪問者が残していったものであるなど常軌を逸した様々な仮説を提供し続けていたが、ある時二人の日本人の手によってその文字はついに解読された。彼らは、長年、古代文字と暗号の研究をしてきた庵野と、青柳という優秀な研究者であった。そしてついに、その文字の一部が、公表されることとなった。しかしその発表の会場に、なぜか二人は現れなかった。このこと自体が、大変なニュースになった。やがて一週間が過ぎようとしていたが、警察の捜索も虚しく彼らの姿はどこにもなかった。しかし世間は、ロンゴロンゴ文字の解読結果の発表を熱望した。そしてその一部が研究チーム関係者から発表されたのである。彼は驚かないでくださいと断ってから、解読文を読み始めた。その内容とは、東洋の年号が R で始まる。国の二人の者が、我がロンゴロンゴ文字を最初に読むものであり、彼らは名の頭文字に共に A がつくものに違いないだろう。彼らはその世界の人類に称賛されるであろう。だが我々はロンゴロンゴの秘密を知られたくないゆえに、彼らを永遠に隠すだろう。その発表に詰めかけた人々がざわめいた。そしてその意味が分かりかねた。それ以来ロンゴロンゴの秘密は、閉ざされたままだ。これは一体どういうことなのでしょうか。古代文字なんてものは、解読してはいけない。そういうことなんでしょうか。ではまた。